ちゃんは洗いましたからいい子、下の面倒を見たからお兄ちゃんとして立派、これ上から下にあなたは褒められる立場なのよっていうね、上下関係があるけど、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。江藤先生、はい、今回は前回からお伝えさせていただいてます、子育てでやってはいけないこと、シリーズ3ということで、はい、お話ししていただけますでしょうか。いいですよ。じゃあ今回は、はい、褒めないってことかな。褒めない？うん、どういうことでしょうか。うん、往々にしてね、やっぱり褒めるってことはすごい大事だよね、はい、僕らコミュニケーションやってるものとして、まあ、アドラーも言ってますね、褒めて動くとそれが癖になるっていうね、うん、だから褒めることはあんまり推奨しない、心理カウンセラーとか心理学者多いんですよね、うん、で僕はね、その子を認めるってことはすごい大事なんですよね。でも褒めるっていうのは評価が入っちゃうんですよね。例えばお前洗い物したからいい子ねとか、お手伝いしたから立派っていうのは、洗い物しないと良くないよって、お手伝いしないとダメよっていう、親のこう価値基準を相手に強引に押し付けちゃうと、どちらかっていうと上から下にあなたは褒められる立場にいるのよってなる。それよりも僕はね、やっぱコミュニケーションと親子であっても同等だと思うんですよね、うん、だから僕がよく勧めてるのはアイメッセージっていうのを勧めてるんですね。アイメッセージっていうのは、うん、何々ちゃん洗い物したからいい子ねってのは、洗い物したというあなたがいい子よってやって、うん、アイメッセージっていうのは、何々ちゃん洗い物してくれたことでお母さんね、あなたが手伝ってくれたおかげでゆっくり時間ができて、のんびりとティーを飲めて、お茶を飲めて、読みたかった雑誌があったんだけど、音楽聴きながらその雑誌が読めたのね、こんな時間すごく取れなかったからすごくありがたいなと思って、とか、お母さんがこう洗い物してる時にサポートしてくれたから、すごくご飯をねスムーズに時間通りみんなで食べれるようになって、こんな時間を与えてくれてありがとう。これは上から下を褒めるっていうよりも、人間同士としてそのやってくれた行為がいかに自分が幸せを与えてくれたのか、プレゼントしてもらったのかっていうことを伝えるっていうのが感謝のアイメッセージっていうんですね。何々ちゃんがこうしたからいい子ねっていうのは、自分が全く入ってこないんですよ。要するに、お前はこうしたからいい子っていうのは評価する、私は評価する側ですよ、いいとか悪いとか決める立場で上なんですよっていう感じ。アイメッセージは必ず、何々ちゃんが洗い物してくれて手伝ってくれたおかげで、私がゆっくりとティーが飲めて、読みたかった雑誌が読めて、こんな素敵な時間を持てたっていうことがすごくありがたくて助かったわっていうのは、それは私が入ってくるんですよね、うん、そうすると、そういうことをしたから、あ、お母さん楽になったんだな、じゃあまたしてあげようっていうね、うん、褒められたから動くっていうと、今日は褒めてくれないんだねとか、今度当たり前になっちゃったんだってなっちゃうと、今度褒めるっていうことも小さい時は効果があるんだけど、うん、効果がなくなるんで、途中ぐらいからやっぱり同等にアイメッセージで、そうしてくれたことでこんなに時間が取れたとか、こうしてくれたことで私すごく人を信用できるようになったのよって、あなたが妹の面倒すごく見てくれて、妹がすくすく育ってくれて、お兄ちゃんみたいになりたいって言ってる姿を見た時、お母さんほっとしてねって、お母さんそんな風に弟から言われなかったから、あなたってすごいなと思ってお母さん感心したのよっていうね、自分の感動を子供に伝えるっていうことは、これアイメッセージとしてすごい大事なんですよね、うん、そうすることで自分の行動とか自分の存在が誰かの役に立ってるって、小さい時から言われると、この世界に自分は生きてていいんだって気持ちになるよね、うんうん、今流行りの自己肯定感ってことかな。自分を好きになるっていうことは、自己肯定するっていうことは、他人に何か自分ができることをやるってことだし、自分が一生を投げていい意味での波紋を広げていくっていうことで、自分のやってる行為がどんな素敵な世界をあなたのやってる行為が作ってるのよって見せるのは、僕はアイメッセージが一番最高のね、言い方だと思うんですね。何々ちゃんは洗いましたからいい子、下の面倒を見たから
兄ちゃんとして立派、これ上から下にあなたは褒められる立場なのよっていうね、上下関係があるけど、本当にアイメッセージっていうのは感動を伝え、お母さんびっくりしたって、あんなにお前がすごくね妹と楽しく同じようにあの子の勉強を、お母さんはついつい感情的になるけど、ああやってここわかんないよねって言いながら教えてる姿を見た時に、ああお母さんあそこまできちっと教えられなかったなと思って、ああすごいなって、お母さん本当に感動しちゃってっていうと、そういう言葉をね小さい時からアイメッセージをもらってる子はすごくね自己肯定感があるんですよね、うん、そしてその子が大きくなった時に人を上下で褒めるっていうよりも、感動したよ君のこういうところすごいなと思って学びたいと思ったとか、君から学ぶこと多いな、君が部下でいてくれてよかった、君が会議で書類揃えてくれたおかげでね本当に今回その書類を使って会議でうまく発表できた、本当に君のおかげだと思ってる、君と一緒に仕事ができてよかったよって、アイメッセージの上手い人間っていうのは、うん、社会に出てからも絶対に褒められるし、恋人が来た時に来てくれて本当に幸せな気持ちになったって、いつも大切に扱ってもらってるなと思うだけで、デートなんかどこに行くよりもあなたがそうやって私の時間を大切にしてくれてるっていう行動をしてくれてることが、私すごく日々愛されてるって実感を感じるの、本当にあなたから学ぶこと多いわみたいなね、そういうことって素敵じゃないですか。誰からも好かれるしね、なるべく褒めるよりも自分の感動とか驚きとか幸せな気持ちを伝えるってことがとっても大切なような気がしますね。うーん、自分の思いを気づいて伝えるってことなんでしょうか。そう、うん、だからそのためには、うん、自分がどういう時に嬉しいのかなって、これねよく見て周りを、素敵な人ってこういう人じゃない、素敵とか、あ嬉しいとか、感動しちゃったとかパッと言われると、えどうしたのってこうついつい聞きたくなるよね、うん、そうするとアイメッセージが自然に出てくるよね。だってこんな素敵な景色見れるなと思ってなかったから、誘ってもらって本当に来てよかったなと思って感動したのって言われると、わ連れてきてよかったって、こういう人って誰からもお呼びがかかるし、素敵って、美味しい、こんな美味しい料理初めてかもしれないって、初めてなんだけど懐かしさも感じて、レストランのムードといい居心地が良くて、本当に紹介してくれてありがとう、こんなところに連れて行ってくれて嬉しかったって言われると、また連れて行ってあげようって思うよね。でもこれなかなかバルサミコ酢が効いてるわねとか言われると、なんか批評されると、あこの人はいっぱい料理を美味しいもの食べてそうなんだっていう。でも感動とか嬉しさってじわっと伝わるもので、うんうん、褒めるっていうのはどちらかっていうと理性が関与してて心が揺れないっていうか、うん、ああ楽しかったとか、お前といて親友でもそう、本当に俺ホッとするよとか、やっぱ来るなら江藤だよなとか言ってもらった友達ってやっぱ印象に残るし、僕が素敵だなと思う人たちってアイメッセージうまいんですよね。自分の感情をポーンと表現する。でもうまい人ってショックな時も、ショックだったよノブって言うと、うんどうしたのって言うと、だってさって言われると聞こうって気になるよね、うん、でもお前最低だよって言われるとなんだよって喧嘩腰になっちゃうでしょ。だからコミュニケーションがうまい人っていうのは、相手をいいとか悪いとか批評しないで感じるとポンと表現できる。僕はもともとそういうことが表現できる人ではなかったんで、なるべく教わったことは感情を表現してごらん。そのためには自分を見つめないといけないから、自分はどういう時に寂しくて、どういう時に嬉しくて、どういう時に感動するのか、そしてその感動はどうしていう気持ちで、何と比較しての感動なのか、どういう体験が自分にどういうことをもたらしてくれるのか、そういうことをゆっくり説明する練習をしていったんですね、コミュニケーションを勉強する中で。そしたら周りから感情豊かですよねとか、江藤さんってすごく素直な人ですよねって、全然素直じゃなかったんですよ。全然感情を出せる人じゃなかったんだけど、今僕が作られてるのはやっぱりコミュニケーションを勉強したことで、あそういうことなんだって分かると練習するよね。練習してるうちに徐々に人ってその人に近づいていけるんですね。
だから親御さんも子供を上からいいとか悪いとかジャッジして褒めるんじゃなくて、お母さんあなたの声とか素敵とか、お母さん感動した、あんな妹に対応してるなんてお母さんできなかったかなっていうね、そういう感情用語の多い親になった方が子供がキラキラした大人に育つと思いますよ。だから自分の感情をもう少し、それもネガティブな感情じゃなくてね、また機会があったらお話をしますけど、腹が立つっていうのは実は感情じゃなくて結果なんですね。自分がやりたいっていう思いがあったけどそれができなかったから腹が立ったっていうことは、怒りとか腹が立つとか不満っていうのは実は感情というよりも第二感情って言われて、実はその前にあったのは寂しかったりがっかりしたり驚いたりって、これはねまた機会があったらまた別の機会でお話をしたいと思いますが、なるべく感動感情用語を使えるお父さんお母さんになろう。そうすると子供たちは感情が素直に外に出て、この子可愛いねとか、この子ほっとけないわっていうような大人に育ちますよっていうことを、お父さんお母さんはぜひともね大事にしてもらいたいなと思います。なるほど、褒めることよりも自分も知って感情を伝えるっていうことが大切なんですね、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。皆さんチャンネル登録ありがとうございます、いつもありがとうございます。江藤先生がコメント返してくださることも大変好評いただいております。コメントお待ちしております。待ってます。ではまた、また第4弾。